皆さんこんにちは、畑野渉です。ワチャドン2023まで、あと少しというところまで来ました。今回はこのコンセプトミニアルバム、ね、新曲の折節の歌をですね、ぜひライブ本番では皆さんと一緒に歌いたいと思っております。曲の中になんかウォーとかウォーとかっていうこのウォーで歌える部分がたくさん散りばめられておりまして、簡単に言うと前半中盤、終盤みたいな感じで3つぐらいあるんですけども、前半と、後半のその、ウォーっていうのは同じほぼ同じことですので、今日はちょっとここをですね一緒に、練習していきたいなと思っております。本番はですね僕と同じパートを歌ってもいいですし、女性の方でちょっと私低すぎて出ないわっていう方はこの1オクターブ上を歌っていただいても結構でございますんで、まずはですねどんな、ラインになっているかというのを皆さんに、歌声を聞いてもらおうかなと思います。それではまず一番最初のウォーのところですね、私が歌っているパートでございます。どうぞ。というわけで聞いていただきました。全く同じ音程で歌っていただいてもいいですし、あとちょっと低いなっていう方はですねこの1オクターブ上で、男性だとちょっとこうなんか裏声になるぐらいの高さになると思います。ウォーみたいな感じで歌っていただいても、女性はもしかしたらそれがぴったり合うかもしれませんね。続きましてはですねこの僕が歌っている音程の3度上というハモリのパートがありますんで、私はちょっと畑野さんのライブハモりたいわっていう方はですねぜひ挑戦してみていただきたいなと思います。ハモリのパートを聞いてみましょう。こちらです。はい、ありがとうございます。ぜひちょっとこうなんかねハモリ一筋みたいな方はですねぜひライブで一緒に歌っていただいて、私の歌声を聞けみたいな感じで会場に轟かせていただきたいなと思います。一緒にね歌っていただきたいと思います。前半と終盤と入ってきますんでね、はい、中盤の間奏明けの一日をの後のおーおーおーっていう追っかけパートがございました。そちらはこの後レクチャーしたいと思います。さあそれでは折節の歌の中盤間奏明けてからのですね一日をのあと追っかけパートというのがありまして、ぜひ皆さんにはですねその追っかけパートのウォーっていうのを歌ってほしいんです。ぜひねこの折節の歌を一緒に完成させましょう。ということで、今回はですね私がちょっと皆さんが歌うパートを、このレクチャームービーの中で歌ってみようと思います。それでは音楽お願いします。これ今間奏中ですね、歌い出しました。ウォー、こんな感じです。ウォー、ここまで歌ってくださいね。そして繰り返しますよ。ウォー、ウォー、気持ちよく歌ってください。ウォー、その瞳、ここ一緒に歌い上げてほしいです。皆さんぜひ一緒に歌って折節の歌を完成させましょう。ありがとうございました。